今日はニューヨークから、はい、東京に進出され、はい、今所沢、そしてまたお茶の水でご用紙、また全国各地で三浦薬読書会の働きを通して福音を伝えておられます、長谷川牧師をお迎えしております。はい、感謝したいと思います。長谷川牧師は来年から3年間でしょうかね、はい、アメリカの、はい、教会でご奉仕するということをビジョンとして掲げておられます。はい、それは三浦薬読書会の働きでしょうか。それをこの海外にアメリカにもこの広めようということですね。はい、長谷川牧師によれば、はい、三浦薬さんという人は、はい、小説家で皆さんもご存知ですが、日本の、はい、宣教、日本人に福音を語る、はい、その語り方において、はい、最も優れた器である、はい、素晴らしいこの方法を持っていらっしゃる、はい、それを実践してこられたということなんですね。はい、どういうことかというと、普通私たちは宣教を、ね、神様、そして人間の罪、そしてイエス様の十字架、そして信仰による救いというこの、ね、長谷川牧師も昔やっておられた4つの法則ですね。はい、これは、はい、この日本人が考えたんじゃなくて、アメリカの有名な方が、伝道師が考えた方法です。4つの法則をね、それを語る、うん、だけど三浦さんの、はい、この方法は、はい、神様から始まるんじゃないということを、はい、この間もお聞きしました。なるほどなと私は思ったつもりではいるんですが、はい、兄弟はその大きな重荷を持って、はい、全国各地、まあ、最近は海外にまで日本人を連れて行ったり、今度は確かトルコにもね、先だって行かれた、坂本兄弟行かれたトルコにも確か行かれるということですよね。はい、そのキリスト教の関係、この遺跡、さまざまなその場所に連れていく、そしてまた国内では全国各地、はい、長谷川牧師とその一番の責任者というね、長谷川牧師によってこのミラーク読書会は創設、スタートしておるんですが、その後いろんな協力者が現れて、ミラーク記念館の館長をしたり、いろんな方々が奉仕したりしております。はい、またその中の方が、私の親しくした方が召され、天に召されたりもしておりますが、とにかく今ざーっとこの拡大してきたんですね。はい、ということで、はい、この教会から言うならばそのような働きがスタートした。今私たちはフィリピンに、そしてオーストラリア、フィリピンはバレンシア、オーストラリアクーロイというゴールドコーストの北の方、ね、カトリン・ブライアン夫婦、フィリピンはバレンシア、ミンダナオ島のバレンシア、ニワさん、ヤバさん夫婦が中心になって伝道されております。また今日も午後1時半から英語、礼拝がありますが、はい、その英語礼拝を通して、はい、日本で奉仕して、はい、救われて、そして、このふるさとに帰ったり、海外に出かけて行かれた、はい、兄弟姉妹たち、多くの方々が世界の国に散っておりますが、はい、その方々にも、はい、このインターネットの礼拝の案内を最近しております。吉久牧師がフェイスブックやいろんな形で、はい、写真を送ったりしておりますが、彼らからもその反応が来たりしております。はい、今日もこのインターネット礼拝、国内の関係者、また海外の方々にこれが発信されております。はい、ということで長谷川牧師のこのメッセージもまた全世界にこれが発信されるんだということを私たちも覚えさせていただきたいと思います。そんなことで、はい、先週は白馬に賛美大会で行きました。はい、昨年から始まった週末のリバイバルの働きの信仰の実践は、はい、感謝、すべてを感謝するというマーリン・キャルダー氏のあの感謝と、それから賛美ですね。はい、今も、坂本兄弟、道江さん、賛美を捧げられましたけれども、はい、これが本格的に白馬にも、はい、東北を代表して行かれましたけれども、はい、この感謝と賛美、そして神の言葉に聞き従っていくと、はい、
多くの方が白馬にも来ておられました、はい、そして、今回は特に、はい、郡山に始まったこの孤児院、礎の石の孤児院、はい、それがスタートしたということを映画で見させていただきました、はい、最初その考えを、はい、発表した時に責任者がですね、多くの人たちが反対したんです。これ無理だ、日本では必要はないし無理だと言ったんです。だけど神様はそういうことを導いているんだから、それは従わなくちゃいけないと言って従った結果、はい、言うならば奇跡的なこの、はい、孤児院がスタートしたんですね。今3人予定者がいる。もう働き人も沖縄から来たりね、してその方々も紹介されておりました、はい、そんなことで感謝と賛美、それで聞き従いなんですけれども、はい、パウロが言うように謙遜の限りを尽くして、もう一つは忍耐の限りを尽くしてということで、はい、パッ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 と右から左に起こるわけじゃないので、忍耐とまた謙遜の限りを尽くして、パウロが奉仕されたように、はい、この働きも私たちも、はい、リバイバルの働きを進めていきたいと思います。そういう意味で今日は長谷川牧師がこの母教会に来て、はい、メッセージをまた問い継いでくださること、神様の御心がそこにあるんだと思って感謝したいと思います。それでは長谷川牧師、よろしくお願いします。どうぞ。